見ると失神した風の北条を武田が抱えていた。ちょうどいい、手伝ってくれ。助手に何をしたんですか？何もせんよ。さ、今のうちにこの女を運び出すんだ。院長は一体何をするつもりなんだ？それを知るために私は院長を手伝って北条を運んでいった。どこに行くんです？え、劇薬物保管室？院長は神妙な顔でそう言った。え？何？怖いねんけど院長。ここなら誰も邪魔は入らん。北条を運び込んだ院長は言った。この部屋には地下室がある。君も知っていてもらいたい。北条はすでに30人ほどの患者に細菌を投与したそうです。院長は大きく目を見開いた。早く手を打たないと病院中に蔓延してます。それは大変だ。さっきの慌てようとは打って変わって、院長はまるで他人事のように言った。え？だがしかし、この女を放っておくわけにはいかない。まずこちらから蹴りをつけていこう。どうやら今の院長の心を支配しているのは、病院の危機を救うことよりも何よりも、自分の身の安全を守ることのようだった。患者の様子が気になる。しかし、この男が助手の始末をどうつけようとするのか、そちらの成り行きも見過ごすわけにはいかない。せやな。院長は地下室の扉を開いた。私は黙って後に従うことにした。北条の体を院長と二人で支えながら階段を降りていった。降り切った先には長い長い廊下があり、その先に三つの扉があった。扉には、こう、おつ、へいのプレートがかかっている。院長は、おつに入るんや。おつの部屋の扉口の前に立った。私がね、ここで見つかって、拷問を受けたところは兵やからね。おつなんやった？こうがダイナマイトで、おつ物置やったっけ？ここに運び込むんだ。院長は私にそう促した。その部屋にはベッドが一つあるきりで、他には何もなかった。院長はそのベッドに北条を寝かせるよう私に指示した。院長は一体何を？さ、ベッドについているベルトで北条くんを縛り付けるんだ。目を覚まさないうちに。私は思わず目を見開いた。院長、それは。私は改めてそこにぐったりと横たわる北条を見た。この騒動を引き起こした女、復讐の念に燃え、ただ一人の男を破滅に追い込むために罪もない人々を巻き込み、恐怖のどん底に突き落とした女、乱心のエリート、天涯孤独の女、そして板垣さんをたとえ予定外の出来事であったにせよ死に追いやった張本人。頭の中をそんな言葉がぐるぐると駆け回る。一体この女を私の中でどう位置づけるべきなのか、私はまだ考えあぐねている。この後に及んで。患者を巻き添えにし、板垣さんを死に至らしめたという点においては、憎んでも憎みきれない。だが、北条をそこまで駆り立てた者が一体何であったのかと思うと、怒りの矛先が歪んでしまうのだ。この女を恨み切ることができたら。深呼吸をした。それでもまだ落ち着かない。これ以上犠牲者を出してもいいのか？院長は顔をすり寄せんばかりにして私に言った。近寄んなよ。この女はまともじゃない。野放しにしておいては危険だ。さ、身動きできんようにここに縛り付けておくんだ。私は発症患者を隔離してくる。今ならまだ間に合うだろう。騒ぎが大きくならんうちに打つべき手を打っておかねば。いいな、今お前がなすべきことは情に流されることじゃない。危険人物を確保しておくことだ。それだけ一気に言い放って院長は立ち去った。いいな、お前がなすべきことは情に流されることじゃない。
危険人物を確保しておくことだ。手荒な真似はしたくないが、院長が言うことも道理だ。大事なことやから2回搬送したんですね。この騒ぎを収めることが、ただ今の最優先課題ではないか。仕方がない。こんな汚いベッドに私は北条の意外と華奢な白い手首を取った。え、目開けてるやん。胸、腰、足とベルトを固定したところで北条が目を覚ました。あ、覚ましたやな。しばしの間、自分の身に何が起きたのかよくわからないといった風情だった。が、徐々に意識が明確になるにつれ、次第に北条の瞳の色も落ち着きを取り戻していった。抜けれそうやけどな、これ。どうな、無理かな。抜けれそうに思っちゃう。うにゃ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 ってしてたら。北条に暴れる気配はなく、ごく冷静に事態を受け止めているのが不思議といえば不思議だった。北条は私をまともに見ながら言った。これで、どうする気？わからない。院長の指示待ちだ。院長が命じたの？うん、一応上司だからね。北条は何がおかしいのか出し抜けに笑い始めた。何なんだ、何がおかしい。我、虜となりし、夢破れて。我、正気なるか否か、それさえも知り得ず。父が私に送った手紙の一節よ。今の私の状況とあまりに似ているから、つい笑ったのよ。北条の父は精神障害をでっち上げられ、隔離された上で、実際にそれに近い形で亡くなったという。思えば、女子も被害者ではないか。常軌を逸した行動に出るには、それなりの自由があったということだ。このまま縛り付けておくべきだろうか。解いたところで、女子が逃げることはなかろうに。うわ、これエンディング分かれそう。解いてあげたいけどな。なんかグッドバッドって匂いせえへん？いや、わからんな。解いたら解いたで、やられそうな気もするな。北条先生、必殺技として、注射器、謎の薬品の入った注射器持ってるからな、この人。あったもんな。な、この、白衣の下に忍ばせてる注射器。解いてみるか。北条先生が上がった。北条は天井を眺めている。その時、北条の脳裏をよぎったものは一体何だったのか。許してくれとは言わないと北条は言った。その覚悟のできているものが今更逃げ出したりするのだろうか。私はもう北条が逃げる心配はないと判断し、ベルトを解くことにした。北条は逆に私のその行動に驚いたらしく、どうしたの？と尋ね返したりしている。逃げるつもりのない人にこんなものは必要ないでしょ？私がそう答えると、北条は一言、甘いわね、とだけ言った。私がその作業にかかっていると、不意に男の声が聞こえてきた。あ？おい、そんな勝手なことをしていいのか？そこに現れたのは近藤だった。私は条件反射的に身構えた。近藤は軽く両手でそれを制した。よせ、貴様と争うつもりはない。それでも身構えている私をよそに、近藤はつかつかと部屋の中へとやってきて、北条を拘束するベルトを解き始めた。これには私が驚いた。近藤はベルトをほどきながら、予定が狂ったのは何も君だけではない。私の思惑も全く外された。近藤は改めて私の方を向いた。君というただ一人の存在が私やこの女の計画を大幅に狂わせたのだ。私はただあっけに取られるより他なかった。僕の存在？どういうことだ？患者は隔離された。
おそらくこれ以上の感染者が出ることはないだろう。あ、武田院長があの後、めっちゃしっかり仕事したんかな。とりあえず発症した患者は隔離するって言って出ていったもんね。だが君がいなければ、感染者はたちまち増加。うまくいけば、今頃暴動が起きているはずだった。せっかく周囲に伏せておいた兵士も、皆無駄になったというわけだ。どういうこと？拘束を解かれ、ベッドに座り込んだ北条も怪訝そうな顔だった。君のしたことなど、こちらは宣告お見通しだよ、北条先生。近藤はにやりと微笑んでみせた。そこには軍人特有のある種の凄みがあった。この先生が院内に病原菌をばらまき、我々は拡散の記録を取る。その際に患者などの暴動が起こるのは必至であるから、鎮圧のために兵を待機させる。汚染された病院を隔離する意味で封鎖して終わり。近藤は淡々とそう語った。封鎖？私は多少ぎょっとしつつ尋ね返した。我が帝国陸軍の機密事項を封じ込めるためにもね。こちらの女先生がそのきっかけを与えてくれるはずだった。私が細菌をまくことを知っていたというの。君は武田院長に恨みを抱いていたろう。北条はぐっと表情を引き締めた。そうよ、それが何か。君の無念はお察しする。そしてそのために、君が鬼にでも夜叉にでもなろうとしたその決意も称賛に値しよう。だが、君のその決意のほどが我々にとっても勝負どころだったのだ。私がまくことも感情に入れていたとでも？利用できるものはすべて利用する。君が我々の研究を利用したように、君の計画を我々が利用しようとしたということだ。なるほど。北条は近藤の言葉に半ば呆れ返ったような口ぶりになっていた。細菌をまくのは私が独断でやることだから、すべての責任は私にある。軍が正気を失った医師と汚染された病院を始末することで、その指導者としてのあなたを英雄にする。細菌が拡散する時の記録もついでに取れる。あなたにとってこんなにいい話はなかったというわけね。あ、そうさ。私がもし細菌をまかなかったらどうするつもりだったの？それはない。近藤はきっぱりと言い切った。君は必ずまいた。そのために細菌開発という餌を君に与えたようなものだからね。大した自信ね。それでもダメなら無理やりにでもまくように仕向けたさ。北条は無然とした表情で言った。結局私はあなたの手の中で踊らされていたわけね。その時近藤はその口元にふっと微笑とも苦笑ともつかぬ笑みを浮かべた。この男、こんな状況にあってもまだ余裕しゃくしゃくといった様子だ。近藤礼二、誠に恐ろしい男とはこういうやつのことを言うのだろう。その近藤が突然私の方を向いていった。だがその計画もこの男がいたがために水泡と帰してしまった。水上君、君の存在が我々にとって計算外だったんだよ。私は再び身構えた。僕をどうする気だ？安心しろ。こうなった以上は手を引くのが筋というものだ。潔く撤退することにしよう。え？君はこの病院の封鎖を望むかね？まさか。なら、今夜のことはすっぱりと忘れることだな。その代わり、この病院の存続は私が保証する。交換条件か。君は病院の存続を望み、我々は秘密の保持を望む。悪い条件ではないはずだが。私は黙っていた。まだ心の整理がつかない。私はどうなるの？私と近藤のやりとりを見つめていた北条が言った。君は今の軍部に必要な存在だ。まだ研究を続けるのか？私のその問いに近藤は答えなかった。名残惜しかろうがどうだろうが、一緒に来てもらう。
さあ、近藤は北条を立ち上がらせた。近藤が北条を連れて行く姿は手錠こそないが、連行の形をとっていた。え？行っちゃうの？先生？北条は私を振り返った。お上のご指名よ、断れないでしょう。もともと命がけのこと、覚悟はできているわ。それはもっともな話だ。大事をなすには命まで捨ててかからねばなるまい。だがしかし、私が再び助手に話しかけようとすると、近藤が私を目で制した。その目には有無を言わせぬ威力があった。水上君、北条は部屋を出る寸前に私を呼んだ。はい。血清が私の診察室にあるの。お使いなさい。血清が？診察室に一枚の絵があるわ。その裏に貼り付けてる。私の母の肖像画よ。そして北条は消息を絶った。どこをどう歩いてその場から出たのか覚えていない。私はいつの間にか中庭にいた。ここ数日のうちにあまりにも様々なことが起こりすぎて、頭の中がうまくまとまらない。ただ、今回の騒動には、人々の様々な思惑が絡まり合っていたと思う。武田、北条、そして近藤。私も被害を被り、島も。板垣さんはもっと身近な犠牲者となり。思いの波が次から次へと押し寄せてくる。北条は復讐のために立ち上がった。私は板垣さんのために何をしただろう。この病院はどうなる。近藤と北条は一体どこへ。とにかく疲れた。誰とも関わりのない場所に行きたい。私はすべてが嫌になっていた。やれやれ、今から帰って辞表でも書いてやろうか。向こうから島がやってくる。私の姿を見るや駆け出してきた。彼女はなぜいつもあんなに一生懸命なんだ？どこに行ってたの？大変どころの騒ぎじゃなかったのよ。やあ。島は勢い込んで私を責め立てたのに、私の気のない返事にちょっぴりずっこけていた。水上さん起きて。島は催眠術を解くかのように私の目の前でパンと一回手を叩いてみせた。本当にその時、私は夢から覚めたような気がした。ただ、島さんにはあなたが必要だと思ったのよ。北条の言葉が私の脳裏によみがえる。そうだ、島なら信じられそうだ。患者の容態は？途端に私は現実へと引き戻された。私には今すぐやらねばならないことがあるではないか。30人全員無事隔離を終えたけど、みんな随分衰弱しているわ。大丈夫、助かるよ。え？血清があるんだ。血清？助手の置き土産さ。先生はどこへ？私はそれには答えず、島に手を差し出した。小首をかしげながらも、島は私の手をしっかり握った。急ごう。私は島の手を引いて駆け出した。島も懸命についてくる。もうすぐ夜が明ける。うわあ。ああ。でも、このルート、まあ、北条先生はもう近藤に連れて行かれて、これからまたとんでもない量の研究をさせられるんやろうけど、まあ、生きてるし、しまちゃんも生きてる。まあ、板垣さんは亡くなりやけど、患者さんも血清で助かるしで、まあまあグッドか。まあね、北条先生の身の上はちょっとかわいそうやけど、パンデミック起こして、その罪がこう、咎められることなく、近藤の元で働くっていうことになるなら、命があるだけマシっていう考えでいくならね、北条も生還やから、
なんやこのシーン。見たことないシーンあるぜっけ。いや、これエンディングまた何個かあんのかな、もしかして。まあ、怪しかったもんね。最後の選択肢も。ベルトをほどくかほどかないかっていうところ。あとはやっぱり、近藤玲治が、私が武田院長側についたことが意外やったみたいなこと言ってるから、私が武田院長側について、こういう事態になったっていうのが意外性があってどうのやから、あそこやろな。院長に従わない選択肢やわな。結構したやな。え、まだ行く？あ、そこか。あ？エンディング2個だけ？